どうも、はい、昨日はですね、安室ちゃんコンサート行ってですね、くったくたになりましてね、もうね、体力ね、まあ、もう最近本当に体力がなくてね、困っちゃうんですけどね、まあそんなことはさておき、今日も、8時間寝ましたね。気持ちいい、やっぱいっぱい寝ると気持ちいいね。あのライブもやらずにまたいつもの時間まで寝るっていう、で、まあ、ちょっとまあ病み上がりっていうのもあるんで、ゆっくり寝させていただきました。というわけですね、本日はちょっとね、うまく伝えられるか分かんないんですけど、私がマイクラを収録するときに使っているこの OBS というものがあるんですけど、この左上というかど真ん中に映ってるこれ X スプリット、これまあ要するにキャプチャーソフトといって録画するやつなんですけど、この2つが録画するには OBS が良くて、配信するには X スプリットがいいんですよ。もうそもそも両方ともやっぱり配信するために存在するものなんですけど、 OBS はより収録に収録する人に優しいみたいな、なんだリアルタイムの通知が来たんだけど、こう来てね、いくよ、再生するよ、おいーみたいな、再生するのかーみたいな。X スプリットは配信に向いてるのはなんでかっていうと、まあ有料なんですけどね、X スプリット自体は有料なんで、ちょっとまあ敷居高いんですけど、 OBS は無料なんでみんな使えると思うんですけど、 X スプリット使ってライブ配信するとボタン一つで配信が開始できるっていう点があります。まず YouTube でログインしないといけないんですけどね、大体ほらなんかライブ開始するときってそのなんとかキーが発行されてそれを貼り付けてみたいなことを OBS の場合は多分しなきゃいけなかったんですよ。まあ、やりゃいい話なんですけど、X スプリットはそれが必要なくて、今すぐライブ、配信開始っていうやつと、予定、イベントスケジュール立ててやるっていう2通りありますよね。両方ともボタン1つでできるようになってるのが X スプリット。超便利。あとなんか、放送中にこう出すやつあるじゃないですか。ああいうのの、いっぱいあるっていう。プラグインとかがいっぱいあるから、X スプリットは楽だなっていうところが1つと、OBS、これがね、結構大事で。私は今マイクラの動画収録してるんですけど、難しいこと考えないでくださいね。 OBR と CBR っていう録画方法があるんです。この2つは2通りだと考えてくださいね、大雑把に。 OBR、まあ、どっちかどっちか忘れちゃいましたけどもどっちかの録画方法、あ、CBR か。 X スプリットはどっちかの方法でしか録画ができないんですよ。これは何が起こるのかというと、動画ファイルが軽くなるように処理してるんです。それもパソコンのこと考えてくれてるなっていうことなんだけど、その形式で録画したものを僕が編集しているプレミアプロに取り込むと音ずれが発生するんです。まあ、細かい説明は省きますけど、音ずれがとにかく発生する。でも OBS で撮るときはその両方の撮り方ができるわけ。さっき言った2通りの両方の撮り方ができるので、ファイルのサイズはすごく重たくなるんだけど音ずれがしない手段を選ぶことができるのが OBS なんですよ。なので私は最近編集で訪れを感じることはないですね。はい。あとまあ細かくね、ビットレートだサンプルレートだっていうのを合わせないといけないですけど、その辺のまあ細かいところは抜きで、とにかく OBS のちょっと見るわ、ごめん、あった CBR 録画見て、ほらレート制御 CBR、 まあ今真ん中にほらレート制御 CBR って書いてますね。でビットレート、まあその辺はいいですよ。この CBR っていうのをがっつりと選択できるのが OBS なんでございますよ。そういう感じですかねそういう感じで普段収録しますよっていうことをね、伝えしたかった。 OBS と X スプリット2つ使ってます。 OBS は無料なんであれですけどね、 X スプリットで録画せえへんのかいって思われてたかもしれないんでね、ちょっとご説明したかった。これでもパソコンのスペックとかなんかその辺に関係してるのか、俺が X スプリットの使い方をよく分かっていないのかもしれないんですけど、 X スプリット超詳しい人がいるんですけど、その人に聞いてみたところ、やはり CBR 収録っていうのは難しいらしいです。公式で対応していないみたいなところもあるらしいんで、はい、OBS と X スプリット使おうぜ、使ったらいいぜっていう話でございました。さあ収録する、今から収録、今からマイクラ収録です。まだ朝もう昼だった、12時でした。マイクラの収録が終わり、先ほどの CBR の収録を終え、ちょっと見ていただきたいんですが、この今選択されているのが今撮ったやつですね。これともう一本撮ったんですよ今日ね。でそれ右クリックしてこのメディアインフォっていうのがあるんですけど、これも別途アプリを入れる必要があるんですが、それで見るとメディアベース、5ギガ1時間6分の収録で、場所とかいろいろ書いてあるんですけど、こう下行くとほら CBR モードってなってるでしょ。
この CBR モードになっていることが訪れを起こさない、ために必要なものらしいですいや実際にでもやってみると本当に訪れがなくて、撮影しやすいですね。 X スプリットで収録した時は訪れがあったんでね、訪れがあると本当にそれだけで編集どうだろう、かなり変わってくると思いますよ。大きく言うとですけど、まあ1時間ぐらい変わってくんじゃないかなと。大きくね、長いもので考えるとね、長尺の収録をやればやるほど、訪れがね、ズレでもうどんどんズレていくんですよ。ズレ込みが激しくなっていく上に、で、編集してこうどんどん切っていって、長ければ長くなるほど後半がもっともっとズレていくんで、こうなんていうんですかね、合わせて長尺合わせていくのも大変になってくるし、で収録の時も訪れを想定したジャンプ、その音合わせをね常に入れていかないといけなかったりとかで、すっごい手間ですから、本当にまあプレミアで編集しなきゃいいだけの話だと思うんですけど、まあそれを言うそういうわけにはいかないの。プレミアでの編集には慣れちゃってるから、でそっちに寄せていかないといけないという、収録状況をそっちに寄せていくとなると、やはり X スプリット OBS の両頭使いがいいかなと思いますよね。はーい、今この Vlog の一個前の Vlog を編集し終わったところでございますね。書き出ししてもう OK かな。他のやること全部終了しました。書き出し、はい、さあ書き出されている様子でも、見ていただきましょうかね。 Vlog と書いてますね。経過時間じゃないね、経過時間こっちか、今20秒、残り時間がどんどん増えていってるような状況ですね。でちょっとしばらくするとね、どれぐらいで、書き出されるかっていうのが出てくる。いや本当に PUBG 勝てねー、勝ちてー、これが書き出しが終わって動画をアップしながらお休みって感じでしょうかね。それでは、この動画が収録しているのが土曜日じゃない、金曜日なんですけど、27日になるのかなの分ですね。もう今28日、日付は28になっちゃってますけど、27日に、撮ってるんですけど、ミキポンさんのね、チャンネルで、ジャジャーさんとツッチと一緒にコラボしたやつが上がってるんで、それがねすごいことになってるんですよ。ぜひご覧いただきたい、まあ、見てくれてると思います。この動画を見てくれている人は多分見てくれてると思います。なんとなくそんな気がするので、まあまだっていう方はですね、ぜひよかったらご覧ください。そんだけでまたおやすみなさい。寝れ、まだ寝れないけど。